ナラタージュは、島本リオによる日本の恋愛小説、2017年秋、映画作品が公開された。島本にとって、初めて文芸誌などでの発表を介さない書き下ろしの作品発表であった。2005年2月28日に単行本が発行されると、この恋愛小説がすごい。2006年版、第1位、本の雑誌が選ぶ上半期ベスト10で、第1位、 2006年の本屋大賞で第6位に選出されるなど注目を集めた第18回山本周五郎賞候補2016年7月時点で累計40万部のセールスを記録しており島本が個人のツイッターでファンに好きな作品をアンケートしたところダントツの1位となるなど名実ともに島本を代表する作品として知られている2005年当時 ビビに連載されていた、島本のエッセイによると、原稿用紙換算で700枚強になる長編に、仕上がり読者か最後まで読んでくれるか体操、不安だったと語っている。同エッセイが、チカライフとして単行本化された、際の書き下ろし部分では、この作品の執筆当時は大学に通っていたが、執筆に入れ込み、時間を執筆のために費やして、その後も仕事を優先したため、 大学を4年で卒業できる見込みがなくなったため、大学を中退したと語っている。島本は2006年のウェブ本の雑誌のインタビューで本作のタイトルの由来、本作が回想劇であることについては、主人公は今を生きているけれど、同時に過ぎた過去をいつも現在に重ねているところがある。その時にちょうど映画用語で、ナラタージュという言葉を見つけて、とのことで、 この言葉と意味が作品名と物語の描き方にほぼそのまま取り入れられたと回答している。また、2015年の本の話ウェブのインタビューでは、1年くらいかけて書きましたと答えて、それまでの自身の作品のとは異なる。長い時間をかけて執筆したと話しており、また、本当に恋愛小説のつもりで書きましたと回答し、自身の作品で初めてストレートな恋愛小説を、 書いたとも話している。2007年に野生時代で島本の特集記事が企画され観光済みの辞書を解説をした際には、二人の出会い、雨の日の廊下ですれ違うという場面を思った時、単純だけどじゃあ先生だろうとと思い、まず先生と生徒の恋愛物語というプロットが決まったと話している。また、作中のゆずの設定については、 ゆずちゃんの悲しい事件は当初から決めていました。あのエピソードだけは書き残した感があり、次回作以降の重要なテーマとなっていきますと記るし、島本の以降の作品で生徒暴力というテーマに取り掛かっていく一つのきっかけになったとも発言している。2010年に文芸誌文芸にて、島本の特集記事が企画された際に収録されたインタビューでは、芥川賞を取れなくて、 私ももっとちゃんと腰を据えて書かなければと思い、取り組んだ作品と答えている。また、原稿の枚数については特に規定はなく、前半の300枚ほど書き上げた段階で、島本の方から、これまだ全然終わりませんと担当編集者に告げたところ、好きなだけ書いてくださいと回答されたとのことで、最終的に原稿量換算で740枚ほど書き提出したとのこと。 そして、本作を書いて一旦空っぽになってしまったとのことで、しばらくは次の作品に取り組むことができなかったという。なお余談であるが、本作の執筆に集中しすぎて、検証縁になったとも話している。また、山本周五郎賞の候補になったことについては内心、今回はいけるかもと思い自信があったそうであるが、落選し、その各議員の選票文を読み、 大衆小説として求められるものが、これまでとは全く異なるということに気づいたと、語っており、以降の作品執筆に向けて、修行をしなきゃと思ったとのことである。主人公、工藤泉は、職場で出会った男性との結婚を控えていたが、彼女の心の中には、今でもとある恋の思い出が残っていた。そんな彼女を、丸ごと受け入れてくれた婚約者と新居を見に行った、帰り道、 一人の男性と過ごした学生時代を改装する。大学二年生となった泉のもとに、高校時代の部活の顧問である葉山隆から突然電話がかかってきた。葉山の話によると、演劇部の部員が減少して、公演を行うことが難しくなってしまったため、三年生の引退公演を手伝ってくれそうな OB を探しており、思い当たる面々に連絡してみたのだという。後日、 泉と高校の同級生の黒川博文と山田氏をそして黒川の大学の友人である小野霊二が協力することになった。週に一度高校で稽古をすることが決まり、泉は再び葉山と関われる喜びに戸惑いながらも次第に距離を詰めていく。泉は高校三年生の時クラスメートから陰出ないじめを受けており、 唯一かばってくれた葉山は恩師であり、同時に強く心惹かれた男性でもあった。新任教師だった葉山は学校に居場所のない泉を心配し、自身が顧問を務める演劇部に誘っており、本や DVD を貸し借りするなどかなり打ち解けていた。彼は以前結婚しており、自身の母親と元妻の関係悪化が原因で離婚していた。彼にとっても泉の存在は、 心の寄り所で卒業式の日にキスをするが、その後恩沙汰はなく、交際に発展することはなかった。稽古が進んだある日、泉は小野から交際を申し込まれるが、いまだに葉山への思いを断ち切れていないことに気づき、告白を断る。不完全燃焼だった高校時代の気持ちに火がつき、葉山への思いは深まっていくが、彼は妻とは離婚しておらず長らく別居中で、 席を入れたままにしていることを知り、激しいショックを受け、オーバードースをしてしまう。心と体のバランスを崩した泉は、早間との接触を立つ。演劇部の公演を終えた後、泉は小野から実家に来ないかと誘われ、田舎で久しぶりに心を休まるひとときを過ごす。別れ際に、改めて交際を申し込まれ。 安らぎと安心を与えてくれる斧に惹かれていた泉は彼からの告白を受け入れた。周りから見ても兄弟のように雰囲気の似ている二人の交際は順調に進み、高校時代から葉山への思いに気づいていた、志糸口からも祝福される。しかし、泉の気持ちを知りつつ、交際を申し込んだ斧だったが次第に葉山への嫉妬が抑えられなくなり、 泉の手帳を盗み見するなど葉山との仲を疑うようになる。そして二人の関係は、小野による強引な性交症の強要により、徐々に破綻していく。そんな中、演劇部の後輩である塚本ゆずが歩道橋から飛び降り自殺を図ったとの連絡が来る。すぐさま泉は、小野と共に病院に駆けつけるが、葉山と鉢合わせしてしまい、気まずい空気が流れる。 病院を後にした後、泉とは小野に別れを切り出す。別れを了承しようとしない彼からは激しく責められるが、泉の心は決まっていた。小野と別れた泉は、葉山の元に戻り、柚子の自殺を止められなかったと苦しむ彼に寄り添う。葉山は、 泉のことを大事に思っており好きだと告白するも、別居中だった妻とやり直すことに決めたと話す。葉山の告白を受けた泉は、最後に彼と極限まで愛し合うも心の奥底で、違和感を感じ、私を壊せないのなら二度と姿を見せずどこか遠くで、幸せになってほしいと懇願する。葉山は、泉の気持ちを受け入れ、 お互い全く知らない場所で幸せになることを約束して別れた。大学卒業後、会社に就職した泉は仕事を通じて、葉山の友人に出会う。彼は泉の顔に見覚えがあると言い,い、数年前に葉山が語ったある思いを伝える。作中で泉と葉山が訪れる上の下アパートメント、第18回山本周五郎賞の選評で以下のような評価を受けた。 以下は小説新潮掲載の選評からの引用である。雪貞磯が監督を務める映画作品が2017年10月7日に公開された。主演は松本潤と有村霞。制作の背景には監督の雪貞磯の念願が叶い制作が決定したとのことである。全国289スクリーンで公開され。 映画の興行収入は12億8千万円を記録。原作出版からほどなくの頃より監督の行貞、だ。伊沢は映画化の構想を練っていたというが、原作者である島本の映画化はすごくして欲しかったけれど、ベストな形がいいので無理に決めなくていいと思っていた。という意見と、葉山隆のイメージに合う俳優がなかなか見つからなかったことが背景にあり、映画化は難航していた。 しかし、ある時プロデューサーを務める小川真嗣が、行邸に、早間役に、松本淳はどうか、と提案したことから、行邸は、松本を、早間役にすることを検討し、長年の懸念材料だった早間役に収まる人物が、決まり話が進んでいったとのこと。行程と、松本淳が、ピアノ増換号で対談した際には、行程は、早間と泉の、どうしようもなく、 断ち切れない関係に、なるせみきの、浮雲とのつながりを感じたとも述べている。なお、浮雲は、本作の中にも登場する。2017年の小説野生時代に、掲載の松本淳と島本の対談において、松本は、葉山という人物を演じるにあたり、泉の階層の物語だと解釈していた。泉にとって、どう見えているかが大切だと思っていましたと答え。 あくまでも泉の視線から葉山という人物がどう見えているかが重要であることを意識して葉山役を演じたと回答している。ありがとうございます。